ね、だけど終わりやったさ、いろいろ組み合わせないといけないよね。引き上げ模様というのでね、ここにポップロード書いたんですけど、もうすぐ使わせてもらって、これがNHK の十四号店なので、これは中国も広いものを始めた。はいはい。インダス川の周りにできた、織物なんですね、まあ、パッチワーク、ミラーが入ってる、鏡が入ってるってことで、まあ、向こうでは魔除けとかいろいろ意味でありますけど、ヒンズー教とイサム教が混ざってて両方が入ってて、これは世界の手芸の中で三大手芸とも言われてる非常に綺麗な織物ですね、はい、刺繍のきめ細かさとその技術ですか、この縫うね、やっぱり日本人はその辺非常に几帳面ですから、そういう技術を見てほしいですね。あとデザインですね。はい。サソリ。ね。